回は大阪東三国にある昔ながらの町の中華屋若水さんをご紹介。サンプルからもうまさが伝わる。さあさあメニュー見ていこう。うん、やっぱけど中華屋ってね、こうメニューが豊富やから、毎回どれ行こうって悩むんよね。けどやっぱり若水定食、これが気になる。うーわ、肉と卵の入り付け、これも気になる。ほんでほんで裏もあるんやね、これ。あ、麺と飯。飯気になる。うわ、中華屋でカツ丼。なんや、これも気になるぞ。オムライスもええな、好きなんよな。いやけどやっぱ若水定食や。いただきます。さあこの若水定食ね、もううまそうなもんの、もう集合体みたいな定食ね。まずはこの鶏の唐揚げね。この唐揚げもね、若水さんの名物らしいんでね、うわこれはね、パリパリ、うまい。どっちかというとジューシーさというよりもね、この衣、こっちに多分力入れてはるね、これは。パリパリ。ま、これはこれでいい。ほいでお次は卵焼きね。うわ、ちょっと待ってください。これ口の中入れた途端、旨味が広がる。うわ、この卵焼きふんわふわ、めちゃくちゃ飯と合う。卵焼きの次はこちら、酢豚。中華の代表酢豚。うまい。いや、とろとろやね、この酢豚のタレ。ほんでこのね、やっぱ豚、カリカリに揚げられた豚との相性グーよ、これ。でこのね、僕酢豚の豚のこの脂身、これがうまいんよ。玉ねぎなどの野菜の甘み、これもしっかり出てる。ほんで飯、酢豚はやっぱ飯やね。ほんで、あ、エビ天ですね、ここで。あ、うまい、これまたうまい。このエビ天はね、塩コショウ、もう塩コショウのシンプルなやつで味わうやつ、うめえ。このシンプルな揚げ物と塩、これだけで飯いける。分かってらっしゃる若水さん。ほんでちょっと中華風のスープ、うまい。この中華風のスープで一旦リセットさせてくれるね。ほいでほいで単品で頼んだ餃子、どうでしょう。うまい。パリパリジューシー、このことですわ。シンプル、味はねそんなにも濃くもなく薄くもない、シンプルな味わい。餃子のタレも醤油がベースのタレ、味噌ダレや酢コショウなどありますが、私は一番この醤油ベースのタレが好きです。一周回って唐揚げ、あ、すみません、
すみません、この唐揚げもでかい、落としちゃいました。うまい、パリパリ、このでかさの唐揚げが3つ、いやこれはありがたい。さあもう一個ね、天ぷらイカ天をこの酢豚のタレに浸してね、ちょっと行ってみますね。うまっ、うまっ、いや塩だけでもうまいけど、やっぱ酢豚のタレつけたら余計うまい。これだけで商品になる。いけちゃう、いけちゃう。これ出してもいいと思いますわ、神津さん。うまい。ほいで卵焼きに戻ってくるね。もうこれじゅんぐりじゅんぐり回ってくるから、この定食は。ほんでうまい。ちょっとこの酢豚のタレがかかった感じがまたうまい。でキャベツもうまいんかい。この酢豚のタレがこう底に、皿の底に浸ってるから、それと一緒にキャベツ、ほんで酢豚、本命。やっぱこの豚の脂がうまいんよこれ。この塊ね。うまい、たまらん。これはたまらん。あかん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 、もうキャベツが止まらん。もう飯代わりに進んでいく。うまい。ちょっとこのキャベツおかわりとかできたらいっちゃうよ。いっちゃう。けどこのキャベツのおかわりとか多分ない。しかしキャベツっていろんな揚げ物に愛されてるな。さあそれでは最後ね、この焼き目、いい焼き目のついた餃子2個食べてごちそうさましたいと思います。餃子だけでもうまい。ちょっともう飯なくなっちゃいました。もううますぎて最後ちょっといただきますね。うまい。もうちょっと米粒ね、もう最後しっかり残さずね、食べて、いやーうまかった、この定食大満足です。ほんと皆さん、もうぜひ若水さん来たらですね、この若水定食まずは食べてみてください。ごちそうさまでした。ちゃんめしとうめし、めし評価、よめしくおめしがいめしめし、ちゃんねる登録高評価よろしくお願いします。